日本国内での講演をさせていただいた中心テーマの一つは、これからの AI 革命、人工知能とこれからの、人類の進化という接点について話をしました。あれから1年以上、チャット GPT を毎日のように使っておりまして、それから私たちは今年から AI アートという分野を切り開いて、皆さんにどのようにしてアーティストになり得るのかということについて話してきたわけです。これからも続けて実用的な人工知能の毎日の使い方について、そしてどのようにして自分の AI アートを販売することができるなどについてのワークショップを行いますので、ご関心があればぜひチェックしてみてね。